私とあんたです。こんにちは。こんにちは。チャンネル登録お願いします。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。一応新年ですか？そう、そうですよ。一発目？いや、一発目っていうか、そうですね。一発目なんですけど、先週は取らないんだったんで。先週はちょっとね、本当申し訳ないんですけど。ちょっと飲みすぎてしまいましてね。事故、個人的に事故が発生しちゃいまして。まあ、新年会ってことええか？そうですね。ちょっとね、飲みすぎてちょっとね、体調不良に陥りまして。って言うてや、それな。何を？体調不良に本当に陥ってしまいましてね。まあまあ、ええがな、いわゆるね、そうです。で、続きやから、はい、前回のおさらいしとくと、前回は、その、この世界には、まあ、4つのクリスタルがありますよ。はい、ああ、はい、そうです、そうでした。で、土、はい、火、はい、水、風、で地水、地水化風。あ、地水化風。はい、の、そのクリスタル、4つの、でそのうちの1つ、はいはい、土のクリスタルの力を遮ってた、はいまあ、ボス、カオスって言うんですけど、その、リッチっていうやつを倒しました。あ、そうなんですね。うん、はい。大丈夫ですか？いやいや、そうそう。なんか一個倒したのは知ってるんですけど、あ、そうです。土のカオス。土曜日を。わかりました。土曜日を倒した。で次は、はい、火のカオス。あ、火曜日。曜日は関係ないやっていうのを、はい、まあ今度倒しに行きますよってことになりましたので、はい、まあじゃあその、まずその情報集めに行かないといけないんで、一回ちょっと街出てもらって。情報集めですか？うん。こう、どっちでもいい。じゃあちょっと、どっちかわかんないですけど、こっちかな、うん。で、船乗って。あびっくりした気に。地図の見てもらおうか。B ボタンセレクト。B ボタン押しながら、セレクトボタン。はい、それスタート。セレクトこっちや。あのね、目が悪いのかな？そう、はい、で、今ここや。今ここな。そうですね。うん、このね、なんかわかんないけど。うん、ここな。で、次行きたいとこここなんや、実は。なんちら島にいますけど。うん、あるかな、ちょっと。これってどうやって動くんですか、この。この場所、場所名分かってるってことですか、あんたさんは。わしはな。えぇ、ここはメルモンドの町。これな。もうちょっと待って、うん、例えばじゃあここは何ですかって言われて答えられるんですか？それ何やったっけ？例えばこの辺とかそれ、うん、いや分かるよ。なんとなく分かったことですか？何これ、なんか、うんうん、こなんかどこにないよ、うん、分かるよ。それ100点ですよ。知らんけど、はい、でこの地図で言うたら、はい、一番右下にあるこのここに行きたいんですよ。はいはいはい、そのタイプのここにはちょっとほんじゃららあ、これそう、これクレセントレイクの町。それ、A ボタン押したら。クレセントレイクの町ですか？ A ボタン押したら。これですか？こう、こう。あ、はい。うん。ここに行きたい。だから？船乗って。あ、じゃあ分かりました。こう行って、こう行けば、こっちから出てくるから。ドラクエ形式で。繋がってるから。あ、うん。球体だって、そう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 、まあ、私はもちろん球体もうね、どう見てもこのこれだけこれだだっちゅうので、これいいんですか、これだっちゅうのはこれいいんですか、いいいいですか、これいいよ、いいよ、だっちゅうのだっちゅうのこれいいですか、ね、パイレーツや、パイレーツはだっちゅうのです、うん、古いわ、どういったやろあいつら、だっちゅうのでしょ、結婚したんかな、そろそろ、パイレーツといえばダッチュなんでしょ、短パン履いてな、うん、もっと下行ってガーッと下、 その時そろそろ左、あ、もうちょい下や、うん、その時に私は思った、
もう顔が大して可愛くなくても、うん、これあれやミネオさん魔法で、おっぱい君は違う、違うやんかね、おっぱいだけで、うん、これやこ友達の名前みたいなニーズコサンダラ、サンダラ、あ敵全体にサンダラなんていう名前の友達をおったんだ、稲妻にダメージを与えます、また赤い名前ちゃうやろな、あかんで、何がじゃあピーって言う、ピーって言う、全然あの普通に外国人、ああそっちな、本当にサンドラとかそっちや、あ留学してきてずっと待つ、あそれ P じゃないです、 P の名前じゃないです、だってそれ P の人友達でも何でもない、もう師匠ですからほとんど、ここからここまっすぐ左、まっすぐ左、師匠、師匠っていうかもう本当にあのね歴史上の人物の名前ですかね、ずっと左で違う、じゃあこれはもう戦うだけでいけるよ、これ千葉かぶらって戦うだけでよくて半魚人や、半魚人、君なんかあれやな、獣系見たら必ず千葉かぶら言うけど、うん、最近ハマってんのそのウーマにじゃあこのミネオさんは今魔法ですよ、これいいんですか、このファイヤーで魔法じゃなくてで戦うで、戦うの、うん、チュパカブラこれいいですか、うん、違う、このシリーズ始まってからずっと言ってるチュパカブラ、チュパカブラもそうやけどドロケン時こう言わない、ファイレーズは結構出てくるよね、もうファイレーズは出てくる、あのラッチュの最近、うん、ラッチュの出てくる、チュパカブラも出てくるその時に思ったのが顔とかじゃなくて、うん、左やずっと、おっぱいだけで、でもここ上、でも結局おっぱいだけで生きていけてへんもんな、まあそうやな、ここは港私思うんだけど、うん、そのでここ左下にハイレーズさんもここ敵強いから気をつけて、なんだかんだ、うん、生きていけてないってことに気づ、うん、最近気づいたんですよ、それ戦います、うん、あこのこおえってなるけど、これいいですかいいこれで、でミネオさんは魔法でいいと思う、高人さんは戦うでしょ、うん、私さんは戦いますよ、うんうん、じゃあミネオさんは、うん、魔法や、この魔法で、うん、火に弱いからファイ、え、まあ、ブリザラもいいの、え、まあいいや、あ、ブリ、ブリブリザラは霊気の魔法や、ブリザラ、うん、ブリ、じゃあブリザラの方がいいですか、そうやな、爬虫類は冷たいのに弱い、ブリザラなんでこれあの なんだっけ、ん、変温動物じゃないからってこと、うん、そうそうそう、そういう理科みたいな話で、うん、あ、わかりました、でその時に気づいたんですよね、ここ最近この何十年も経ってあ、そういうことじゃないんだと、はい、ね、パイレーツさんもなんだかんだ消えていってるってことは、おっぱいだけじゃやっぱりダメなんだまあ年齢もある、年齢もそういうことね、うん、じゃあおっぱいでかい芸能人な、うん、芸能人からタレントなんて、うん、探しゃいくらでもいるからな、まあ、しかも別に入れりゃいいんだからね、手術でも何でもして、まあそうやな、で結局ほら若ければ若い方がええやん、テレビ映えをするから、あ、まあまあそうね、ほんな年食ってなほな若いの使うわってなるわけ需要から言ったらな、そうそう、最近ほら個人的にどう思うかとか、どうせテレビ番組のやつたらほらクイズ番組しか出るとこないねやからな、でもそこでさ別に露出するわけでもないし、うん、まあな、考えてみたら早々に最近そんなに、うん、まあ、テレビはし見えへんな、あ、これ強いね、まあ、戦うで倒せると思うけど、ヒルギガ、ヒルギガス、スこれはだからギガースっていう巨人のことやけど、うん、これはまあこれはだから丘の巨人ってことや、おかのってかな、おかまって聞こえたびっくりした、おかまちゃびっくりした、なんかあ、そう、え、そう、え、そういうこと、まあこういうおかまおるけどな、マッチョな、います、全然いる、で、のぶとい声ね、いらっしゃいませとか言って、どこのお店の男の子かしら、かわいいわね、食べちゃうかしらって言って、ね、まあ、リアルでそれ言われた新宿で、2丁目で食べちゃおうかしらめちゃくちゃ怖かったね、いや、それはみんなちょっと可愛い顔の
音かそういう意味にあって大体あのなんか新宿2丁目はスーツ信じられない。ちょっとかっこいい目のスーツ着て歩いとったらあかんとこや信じられない。冗談半分で言ったらもう食べられそうになって、うん、ギャーみたいな。いやいや僕お店とか知らないんでそういうことじゃないですから。友達についてきたらそうですかとか言って一生懸命見えんだけど、すぐ5、6メーター後ろにわし友達おったやん。何言ってんのかしらみたいな。あ、そうやん。ファイラーでいくか。うん。これサソリがいるから。え、これいいですか？これで。じゃあだからアナコンダは私大好きですよ。うん、知ってる。前から言ってるけど。うん、爬虫類館にわざわざ行ってたよ。動物園の。あれをあれが薄暗いところ。人を飲み込むっていうのを聞いた瞬間に、うん、もうどっちかっていうと飲み込まれたいと思って。なんでやん。怖すぎる。じゃあ飲み込まれた結果どうなるのかなっていう、うん、じゃあ飲み込まれる前にもうほぼほぼ意識ないらしいで、締め上げられて。あ、そうなの。うん、あの心臓の鼓動とかあるやん、はい、あれを要するに感知してんねんって、締め上げてる時に。 でそれが消えたら飲み込むなんてゆっくり要するに。あ、そう。そうそう、一回動かなくなるぐらいまで締め上げんねんって。ドクンドクン言うてるやん、ご血管が。いやらしいわ。そうなんや。そう、それがなくなってからゆっくり飲み込むねんて。もうそれヘビなんやな。やっぱほらヘビやって、ほらお腹の中で暴られたら怖いわけよ。ね、胃袋傷ついてしまうから。いや、これいいですか。ファイヤー、はい、ファイヤー、うん、私はね、ファイヤー、うん、それはちょっと怖いけど、うん、見たい怖いもの見たさ。食われてるのは見て、要はあるやん、ほら YouTube でも爬虫類飼ってる人が、動物がやろ、動物の前で死ぬシーンと、うん、人が飲まれてるみたいな。それは映画やで。それは映画で見たらええわ。そう、リアルで飲み込まれてるのがあかんやろ。これ街な、これクレセントレイク、ライクレイクの街。クレセントレイクって要するにこのクレッセントって、はい、月のこと言うねんけど、わかる？わかるよ。カマの形のおかまちゃうで。で上がってる。これも倒せるよ多分。え？戦ってる。ことですか？この白装束も戦うですか？うん。私じゃあミネオさんに限っては？あ、いいよ別に普通に戦って、の打つならファイヤーや。全然戦いしてきます、ね、うんうん、この上の2人で大体倒せるわよ。巨人の、うん、その木曜スペシャルの。まあ、はい、じゃあこれでドキッといって、からでこう入ってこの遺跡に入る、うん、まあ、まずちょっとやべや、止まろうか。何ですかこのなんとかなんとかっていう、このクレセントレイク。もうね、この名前がね、三日月の形した湖があるから。いらっしゃい。ここに泊まると200ギルだよ。はい、いいかな、どうかな、いいです。え、もうおやすみなさいって言ってくれるのこのおばさん。あ、ほんま、そうですね、早いね。早いな、おやすみなさいが。え、何人ですか？ 4 人ですか？いや、いいの、同じ部屋で見に行くとか言って言うのは聞かへん。聞かへん。聞かへんな。聞かへんな。そんなリアルな会話せえへん。2部屋とかいらんの？こっち。とか言わへん。で、また、町の人がどっかにいるから、その話を聞いてほしいのよ。あ、どっかに。誰かを見つけて、この無人の、あ、いたいた、これはお墓。グリーンの女が。旦那様は、お昼ばかりなされて、帰ってきても、お昼ばかり。あ、そうですね。おちょっと家のことも考えてくださらないと。ぶつぶつぶつ。まあでもあれやな。ね、あ、そうあの、そうね、面と向かっては文句言わへんな。ね、うん、まあそうやなと思います。誰か相手はこのブルーヘアの。寝てんこいつか、さっきの。さっきの旦那様こいつやろ。まあこいつ寝て、ま、殴ったのかって感じね。殴り倒す。殴り倒さなあかん。うん、いいや、他に人が全然。これな、ちょっとこっち行くと
それは店。店。うん。こっちこっち。この薄暗い店私好き。好き。好き。渡って、ここからこう。ちょっと、ちょっと。こっちから。うん。かっくそんな。なあ、しょうがない。こっちこっち、上上。で、この橋渡って。っていうのはそうです、うん。もうそんなこと全然思ってません。え、何この森林。うん。犯罪が起きそうなの。起きそうやけど、今。え、だって私、昔、いいね、もうそれは。言わん。犯罪が起きるから、行かへん方がいいって言われて、森林が行くつもあります。それ、どっかの神社だから、お寺のあれやろ、裏の山みたいなとこやろ。こういうえ、ちょうど、我々12人の賢者は、うん、星と予言に導かれ、うん、この地にやってきたのだ。はい。そうですね。うん、じゃあ、紫月のおっさんは、うん、ルカーンこの人有名な人や、うん、この世界で有名な見える見える憎しみの輪廻が伝説に導かれたかすかな光が我々の行く末を決める全てが、うん、でも気持ち悪いなこれよくぞ土のカオスを倒し、うん、これこの間倒したクリスタルの輝きを取り戻してくれた、うんうんうん、だが残念なことに200年後に目覚めるはずだった火のカオスがそれに気づき動き出した、うん、さあこのカヌーを使うがよい、うん、グルグ火山へと向かうのだ、うん、わかりました、うん、グルグ火山とは火山が近くにあるのよ。あ、そうなんですね、うん、でこれカヌー手に入れたからこれからあの川とか渡れるようになるからよかったです、うん、この町の西にあるグルク火山がそこに眠っていた火のカオスが200年早く目を覚めたようです。火のカオスを倒すのだ。この、すべてが焼き尽くされるその前に。はい、はい、はい。いいですか？あ、いい。ちょっと読み間違えたな。4つの輝きを、もうちょこや。我らの下へ。それができるのは光の戦士。そなたたちだけじゃ。うん。そうですね、なんでこの輪っかになって、うん、この4つのクリスタル、これもうこれはな、うん、そりゃそうや、このもういいな、これこのえこんないっぱいいんの、これ何このサンタクロースちょっと待ってそれこんないっぱい何同じこと言って、賢者が集まってはんだよ。あ、そうですか、ちょっと、うん、みんな喋ること違うからな。え、どうしよう、こんないっぱい、うん、ちゃんと覚えといてや。土のカオスは大地を腐敗させていきます、うん、もう倒したけどね。あの、4匹のカオスは、すべての時代を支配しようとしています、うん。400年前に風のカオスが200年前の水カオスが現れ、うん、400年前に水の、うん、風のカオスが、400年前に水のカオス、うん、これ日本語合ってんですか？北の文明は破壊された。はい。ちょっとわからなかった。ちょっと難しかった。うん、四つの力の源は、世界に散らばるそれぞれの布の祭壇です、うん。クリスタルが置いてある祭壇な。そこに根付いているカオスを倒し、祭壇にクリスタルを捧げれば、輝きを取り戻すことができるだろう、うんうんうん、そうですね。はい。ちょっと待ってください。月火水木金。この、どこに月があって、金が。火木土、あ、火土水風、このこれ火木土やで、これどう見ても火木土じゃんこの4つの力でこの世の全ては成り立っています、うん、そうですね、それで最後や。え、そうなの、うん、この世界に存在する4つのクリスタル、うんうんうん、今はその輝きが失われてしまった4匹のカオスが輝くを遮り、力を手に入れようとしているのだ。はい、というわけです。このサンドクロスは何て言うの、さっき。悲しいな。この沖縄、うん、沖縄、うん。我々12人の賢者は、星と、あ、そうですね。そうです、そうでした、そうです、本当そうです。はい。で、私、でいいですか、立ち去って。うん、いい。で、なんかわかんないですけど、カーモク動画、あの川木戸の話分かりましたけど、もういいかそれで、ほんでさっき言うとったけど、はい、この町の西にグルグ火山っていうところありますよと。あ、核火山がね、うん、でそこに、まあ、火のカオスがいると。
いいですか。もうウイルス的な。そこに行きますよと。行きたい。行かせて。それで。ちょっと道具屋行ってもらって。行かせて、うん。いいからそういうテンションが。こっち行って。そういうテンションいいからってどういうことですか。どういうテンションですか。こっち下。行かせてテンションがダメってことですか。いいか。ちょっとお前道具屋入って。とかわかんないですけど。お金がいっぱいあるからなんかいろいろ買ってきたよな。もういやらしいな、そうやってお金があったらすぐ買うっていうね。買うんやって。へい、いらっしゃい。関西風やね。そうやな。いらっしゃい。まあ、関西人の方はあんまりいらっしゃいわよ。買います。ああ、いいな。ほんなら、ポーションを、もう買えるだけ買おうか。ガーッと。そういうの大好き。買えるだけ買うっていうの。うんうん、あ、ハイポーションも、まあ、いいよ。とりあえず。いい。とりあえずポーション買おうか。もう3倍近く違いますよ、これ。ポーションとハイポーションいいですか。あと上押したら数増えるから、これレベルの低いポーションでいいですか。50個買えるで。じゃどうしたんですこれ。じゃ上ですね。上えいあ、うん、いいですか。よし、これですか。いい。50ポーション、うん、2000ギル、うんうん、でハイポーションもちょっと買っていくか。え、そうなの。今0個やから、これ20個ぐらい買おうか。うん、それでいいよ。で下のそのエーテルも結構欲しいな。メーテルみたいな。それも20個ぐらい買おうか。そんないらん。それでいいよ。3150ギリですか。お客様みたいな、ちょっとオーバーしてますけどよろしいですか。うん、それフェニックスのもう。フェニックスの10個ぐらい買おうか。そんない。これ死んだ時に1回ですから。11ギリです。うんうん、じゃ。11個ですけどいいですか。いい。11をノーですけど、もう1個右押したら、もう右押したら1個増えるから、うん、これで20個になるやろ。あ、20、えで、これ今持ってるの8個あるから合わせたら20個なる。あ、12個欲しいってことですか。うん、6000ギルで、うんうんうん、えいで、あとテントはいくつある。12個か。まあええか、こんだけあれば。なんか分かんないですけど、それいいですか。ええよ。そしてうん、もう出ていいよ。出ます、うん、はい、なんで出て早速ちょっと火山に向かうんで、はい、外出たら地図開きましょうか。 B ボタンセレクトで。何やB ボタン押しながらセレクトこっちね、うん、よし、そうそう、知ってんです。でグルグ火山、こう下に押してったらあるかな。火山ですよ。グルグ火山ですか。何やないな。なんでないの。とりあえずここやね。このすぐ左下。ないって何で、何ですか。すぐ左に。もう一回ちょっともう一回。ここ、これな。今ここにいんねや。え、どうしたらいいのと。すぐ左ってどこですか。じゃあ、ここ。今ここや。だから何、ここまで行くね。どうしたらいいの、そしたら。ここまで歩いていくね。私はこれもう地図と関係ないのにさ。まあでも場所確認。さっき街の中で。ちょっと上ってことでしょ。うん、西に行ったら火山がありますよっていうのが、西ちょっと上ってことを確認し、今私が確認すれば、うん、ここになくたっていいってことでしょ。まあまあそうやな、ここにありますよってことで確認したらなんか、はいはい、わかりました。火山、はいはい、わかりました。火山でしょ。で火山でしょ。カヌーもろたやん。だから何、ここ入れんねん。はっ、この違う、え、すごい、カヌーとか必要なわけ。そのこれ水の中ほにゃらら火山に行くのに。そうそうそう、それカヌー。あ、これカヌー。これハエじゃなくて。このハエじゃなくて。この湖ぐるっと行って、こっちからこれ川沿いに行くね。川も敵出るから。このね、うん。それ左かな。で上か。ちょっと左上やったら。ローカルな川も行けるもんね、この。そうそう。ローカル川。そうそうそう。でもね、これローカル川はね。淀川や。本当に。淀川。淀川はね、でかすぎて、情緒。それどっちやろうな。ひったくれもないですよ、川。本当に。いや、そんなことない。それは左から。いい川です。すいません、いい川です。な。本当にいい川です。あ、で、あ、ここ、うん、ここ。じゃあ、そこでね、育った人いるんだから。うん、そやな。このね、カネゴンが、ネオチュウ？ネオチュウやな。ネオチュウじゃないよね。ちょっと違います。
これ結構強いモンスターやで。これをチューってなよ。いや。おちゅうっていう。魔法は？はい。魔法ははい。言って。もファイヤー。ファイヤーでいいんちゃう。ファイヤー。うん。何？ネオチュウがない。おちゅうの強いやつ。ネオチュウっていうのは。何おちゅうって。知らん。多分食虫植物みたいな。あ、それのこの歯を、そうそうそう、あ、それを表現すると口が、うん、いやらしいやつ、うん、10メートルぐらいある木やで、これ。あ、それ OK、 うん、イメージ。指入れたことある？何に、いや、食虫植物か、うん、ないわ。あ、ないの。あんの。いろんなもん入れてみようかな。まあ、イソギンチョクに指突っ込んで喜んでた世代やからな、うん、チューって座れん。ほら、右行ったらほらそこ、また川、いや川渡って、私はね、ほらこれこれこれ、あ、桜島がありました。桜島がようパッと、でもちょっと考えた、ね、どっかで見たと思った、まあ、勝川さん言うたらそうやもん、ね、どっかで見たなと思いました。はい、魔法ですよ。魔法使わんでもええで、使わんでええねん、こんなん。何だけ使うって言ってんの、いや、基本は使ってええねん。そうが基本、ね。いや、使ってもええねん、本当に。そうそうやって、これ使いたがるから、本当に。じゃあ、いいね、使って。そのためにエーテルいっぱい買ったからね。それだけど、本当に、うん。で、ちょっと待って。ね。ちょっと待って。この辺に切って。やめて。うん、やめて、やめて、何？もうちょっと下。うん。そこそこ、そこで。ああ、早い。ああやめて、それで。どうしようか。ここで区切るか。何このいやらしい感じ、知らんがな、どうやらしい、ね、このままやるか、このポッチョなんですか、加工やの、あ、加工おっぱいの先っちょみたいになってる、おっぱいの先っちょっていうよりシワシワのおっぱいやけど、いやこれはおっぱいじゃないよえ、大丈夫それ、はい、あかんで、これはおっぱいじゃないですよそれダメ、どっちかそれ、あかん、これあかんね、あかんあかんやつ、うん、そこに今入ろうとしてるから。だからいいのかなって私は。かってだから。こんなとこにこう突入していいのか、未知の世界に私は。私は。シワシワやん。私は未知の世界ですけど。性病の侵されてる。どっちかで言うたら。性病に侵されてるやつだ。知らんけど、私も見たことないけど。それは知らんわ。じゃあこれ、火山やで、そやけど。だから火山、火山冥王の関係ない、火山言うてるやろ、火山ないか、はい、どうする、はい、一回区切ろうか、そうですねじゃあ そうですね、そうしてください、そうしましょうか、はい、はい、なら、前回は土のカオスリッチを倒して、はい、土のクリスタルの光を取り戻しました、前回、うん、前回、はいはいはい、今回は、うん、まあその後に目覚めた火のカオスを倒しに行くために、うん、まあ、そいつが、まあ、潜んでるこのグルグ火山っていうところまで来ましたよと、うんうん、なので次回はこのグルグ火山、うん、まあ、ちょっとした大きな洞窟になってるんで、はい、火口から入って、あ、そりゃそうで、うん、火山だ、うん、火口から入って下に降りていくから、火口から、うん、山頂から下に降りていく感じ、燃えるのに、燃えるのに、あ、そう、溶岩もあるから、いや、それをね、できるのがすごいね。まあ、それがファンタジーあ、そうですね。そうそうそう。そうです、うん、まあ、ここまで来るのにも30分かかってしもてるけど。そうでした。カーン、おかしい。まあ、すみません。なので、次回は、その火のクリスタルの、そうです。あの、力を、はい、まあ、遮っている火のカオスっていうのを、これ倒しますよ。はい。よろしいですか？わかりました。はい。はい、じゃあというわけで今回はここで一応、はい、はい、ではもう本日も最後までご視聴ありがとうございました、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします、ありがとうございました。